はい、こんにちは、いつも動画ありがとうございます。今回の動画は、藤沢トーナメントの、2回戦の、試合になります。オープニングとエンディングをちょっと撮り忘れてしまったんで、ちょっと別日にそれだけ今撮ってます。秋のトーナメント2回戦で、相手がレポルティーホ湘南さんで、前回の春の大会、春のトーナメントで、負けてる相手になります。まあ藤沢市リーグの中でもしっかりやってるチームで、結構力あるんで動ける選手多いんで、まあ今回の試合はバチバチなるかなっていうところで、ちょっと面白い試合になるんじゃないかなと思います。で、バッテリーが途中で、試合の動画の途中で切れてしまって、後半の残り10分ぐらい取れてないんですけど、まあ試合内容ほとんどは、ほぼほぼまあ取れてるかなっていうところで、ちょっとそこだけご理解いただけたらと思うんですけど、まあしっかり取れてるんで、ちょっとぜひ見てみてください。ではどうぞ。
はい、ということでですね、藤沢トーナメント、秋のトーナメントを2回戦3対0で、勝つことができました。本当手強い相手だったんですけど、うちの選手が一人一人すごい走って、ね、決めるとこ決めてくれたんで、なんとか駒を進めることができて、次3回戦になります。で、3回戦は、県リーグも参戦している、トリトン藤沢さんになります。おそらく県リーグと藤沢市リーグのメンバーはそんなに変えてないと思うんで、まあ、みんな走れるし技術ある、本当レベルがまあ県リーグのレベルなんで、まあ、うちを本当に、まあ、2回戦に引き続き気引き締めて、油断絶対できないし、ワンプレーワンプレーが大事になってくるかなと思うんで、勝利にこだわってやっていけたらと思いますので、まあ、次回も動画を撮ってあげたいと思いますので、ぜひ見てみてください。県リーグと別で、藤沢市というか市町村のリーグも結構こう盛り上がってるっていうのを動画でお伝えできたらなと思いますので、はい、ぜひ見てみてください。では、今回もありがとうございました。次回もよろしくお願いします。